県部町絵本の館は、北海道県部町に所在する絵本を集めた専門図書館。1989年8月に、世界各国から絵本の原画を集めた国際絵本原画展を開催したのを皮切りに、進められている絵本による街づくり、絵本の里の拠点となる施設である。1991年8月1日に開館した際には、 1> 約1万冊の絵本を収蔵していた。開館当初から毎年8月に来館者の投票による県部地絵本の里大賞を開催している。旧館は、旧庁役場を改装したものであったことから1999年には、建築後55年で老朽化が進んで東海の危険性が指摘される状況となった。そこで、県部地教育委員会を含む県部地町側は、 新館を建設して移転する構想を立てたが、県部町議会側は、財政難理由に、その構想に難色を示したことから、論争が巻き起こることになった。こうした論争を超えて新館が建設され、増書増やして、約4万5千冊とする新館が開設されることになった。この新館は2004年6月1日に仮開館し、同月25日に全館開業して、 正式に開館した。建物は木をふんだんに使った暖かみを感じさせる構造で大円形の平面構成となっており、2010年6月に町づくりの拠点となっていることが評価されて、公共建築賞の優秀賞を受賞した。ABC、絵本の館がオープン、1万冊を収蔵兼部打ち。北海道新聞。ABC、文化の町拠点完成祝う新築。 絵本の館落成式見物地。北海道新聞。こちら目指すは、絵本の里づくり見物地では、国際原画展。北海道新聞。AB、見物地、絵本の館公共建築、優秀賞に、町づくりの拠点評価。北海道新聞。好きな絵本に投票見物地でコンテスト。北海道新聞。 絵本の館東海の危機県物町調査地区後55年で、老朽化継続しようか建て替えか、町協議、近く決定。北海道新聞。波動老朽化した県物町、絵本の館揺れる、再整備計画庁側公園へ移転新築を模索、町議会財政難理由に、現在地で。北海道新聞。新 絵本の館6月開館見物の新しいシンボルが、完成増書増やし計4万5千冊現在の、館今日から、さよなら行事。北海道新聞。新、絵本の館完成祝う、子供の夢と希望を育てる空間に、仮オープンで、デープカット見物。北海道新聞。道北パノラマの夏録絵本の館イコール。 県部地町西区町遊び心自由に空想の世界へ。北海道新聞、ありがとうございます。